どうもナムです。今ちょっと走ってきて帰ってきてちょっと息切れします。で今日はね、この前買ってきたカロリーゼロのコカ・コーラを飲みたいと思います。コカ・コーラプラスかな。ほら、まあ色は普通の黒のやつなんだけど、この周りのやつが白、赤白なんだよね。前にも確かこんなん出たはず。一応あれだよね、特定保険用食品だから、あの特茶とかと一緒かな。カロリーゼロって書いてあるけど、本当コーラでカロリーゼロって本当は。あ、匂いは普通のコーラ。いただきます。オッケーオッケー、あぶねー、あぶねー。はあ、ちょっと炭酸、息切れで炭酸飲むと、はあ、あぶねー。味は普通のあの甘いコーラだけどカロリーゼロ。うん、まあ、普通のコーラだね。コップに普通のコーラとこれコーラ出してどっちか当ててって言われたら多分まず分かんないんじゃないかなこれ。うん、普通に甘いよね。でも最近こういうの増えましたよね。僕最近特茶毎日飲んでるんですけど、ちょっとダイエットためにね。こういうのでもカロリーゼロで体にいいんだったらね、全然いい気だよね。あ、むしろ炭酸苦手だって方はお茶の方がいいかもしれないけど、炭酸付きとかでダイエットとかって考えてんだったらこれ飲むのもいいんじゃないかな。うん、あ、味は普通のコーラですね。はい、というわけでコカ・コーラプラス、カロリーゼロっていうのを飲んだんですけど、味は普通にコーラだけどカロリーゼロ。うん、なんでも普通のコーラとかよりは全然体にいいんじゃないかな。まあ、特茶と同じような感じなのかな。うん、まあ、体脂肪を減らす意味ではいいんじゃないかな。まあ、炭酸付きでね、まあ、飲んでやっぱあれだからっていう方にはおすすめなんじゃないかな。炭酸苦手な方は特茶とかこっちの方がいいんじゃないかと僕は思いました。うん、まあ、感想的に言うと、ぶっちゃけ言うと普通にコーラの味ですね。でもカロリーゼロなんでいいと思いました。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあもしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。